先週解散されたロシアモスクワでの核不拡散会議で北朝鮮と米国政府当局者間の会合があったと核不拡散政策担当の国務次官法を務めたトーマス・カントリーマン氏が12日、明らかにした。去る7日から9日まで開かれた MN に出席していたカントリーマン氏はこの日、米国の声との通話で、二角二の官僚らの間に、 会合があったと聞いていると明かした。ただし、どのような話があったかについては、確認できていないという。今年の文句には朝鮮外務省のチョチョルス北米局長、アメリカ国務省のマーク・ランバート特使、韓国からはイドフン外交部朝鮮半島平和交渉本部長らが出席。各政府の代表官の会合について、 関心が集まっている。しかし、韓国メディアは諸局長とランバート特氏らは簡単な会話のみで、本格的な会合は行っていないと伝えた。